皆様大変長らくお待たせをいたしました。ただいまより第53回宣伝会議賞贈賞式を開始いたします。私本日の司会進行役を担当いたしますフジテレビアナウンサーの佐々木達興と申します。本日はよろしくお願い申し上げます。同じく本日の司会を担当させていただきますフジテレビアナウンサーの藤村沙織でございます。53回という歴史ある宣伝会議賞の進行役を務めさせていただきます。大変光栄に思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。さて53回目となります。今回は去年に引き続きましてインターネットでのリアルタイム配信を行ってまいります。今回もカメラを使用して受賞者の皆さんの表情などを捉えることでより臨場感のある配信を行ってまいります。パソコンの画面でご覧の皆様どうぞご期待ください。ステージ前には受賞者と協賛企業の皆様、ファイナリストに選出された皆様、並びに最終審査員の皆様にお座りいただいております。本日これから発表を目前にしてファイナリストの皆様はさぞ緊張されているのではないかと思います。そうでしょうね。はい、ご来場の皆様はその緊張が伝わってきているのではないでしょうか。どうぞ贈賞の際には盛大な拍手でお祝いいただきたいと思います。それでは開会に先立ちまして主催者を代表し宣伝会議取締役副社長兼編集室長田中理沙よりご挨拶を申し上げます。皆様こんにちは。本日は第53回宣伝会議賞にお運びいただきまして誠にありがとうございます。今ご紹介いただきましたけれども、今年は45社の課題に46万7936点の応募をいただきました。17歳の高校生の方から上は79歳の方まで応募があったというふうに伺っています。応募をくださった皆様、そしてクリエイティブな課題を協賛いただきまして、知恵を絞って広告の制作も作っていただき、また審査に当たってくださいました企業の皆様、そしてお忙しい中合間を縫ってで本気でもう審査に当たってくださいました総勢100名の第一線のコピーライターの審査員の皆様に心より御礼申し上げたいというふうに思います。広告コピーというのは商品や企業の代弁者であり、またその可能性を引き出す存在でもあるというふうに思っております。今回も作品をいろいろ拝見しますと、こうハッと驚くような新しい発見があるもの、そして心温まるような表現、そして力強く刺激的なコピー、たくさんの作品に出会わせていただきました。多様な切り口がありまして審査も激戦だったというふうに伺っております。こちらは本日発売のスカットという本でございまして、宣伝会議アワードテキストの略で、もう宣伝会議賞は53回を迎えさせていただきますが、15回この本を出させていただいております。これは皆様方から46万という作品がありますので、その中で上位に残る作品がどんなものがあるのかということを知りたいということでお問い合わせをいただきまして、書籍化をしているものでございます。で今回は一時通過作品の作品、6247点をこの中に収録をしておりまして、秀逸なコピーですとか CM のアイデアをこの一冊で見ていただくことができるかというふうに思っております。毎年はもう少し後の時期に発行しているんですけれども、今年なぜこれがあるかと言いますと、実は今日選ばれる皆さんのグランプリですとかゴールドの作品がまだここの中には記されておりません。そしてここのページにですね、宣伝会議賞のグランプリの受賞作品はぜひご自身の手で記録してくださいということで各欄が用意してあります。そしてもう一つは、あなたにとってのナンバーワン作品はどうでしょうかということで、これも手書きで入れるページを用意してますので、今本当に世間でも注目をされてますやっぱり参加というふうなこと、あと多くの皆さんと一緒に作っていくというふうなことをこの本でも体現させていただいているかなというふうに思います。
いろんな資料を見ますと、コピーライター、広告のクリエイターの方の活躍の場というのは欧米、海外よりも日本の方が広いというふうに言われています。広告会社、制作会社のみならず事業会社、そして行政ですとか自治体にも今コピーライター、クリエイターの方の活躍の場が期待されているところかというふうに思っています。人材というのはいつも求められていて、才能あふれる方が発見されて見出され、またチャンスをつかむ場や機会というのが期待されています。この宣伝会議賞はそのような役割を果たしているというふうに思いますし、この賞にご支援くださっている皆様方に本当に心から、高いところからではございますが御礼を申し上げ、そして本日お運びいただきました受賞者の皆様方に心よりお祝いを申し上げたいと思います。では本日もありがとうございます。これよりどうぞよろしくお願いいたします。田中理沙よりご挨拶をいたしました。では続きまして、贈賞の前に第53回宣伝会議賞の審査過程をご紹介いたします。正面のスクリーンをご覧ください。今回の応募作品総数は467,936点のご応募をいただきました。まず一次審査は、現在第一線でご活躍中の85名のトップコピーライターの皆様にご担当いただきました。その一次審査でコピー部門5662点、 CM 部門585点にまで絞られました。一次審査を通過したのは応募総数のわずか 1.33% という大変狭き門となりました。一次審査を通過した作品は二次審査でコピー部門579点、 CM 部門76点、合計655点にまで厳選し、三次審査で95点を選出しました。そこからさらに審査を重ね、ファイナリスト31作品に絞り込まれました。そして最終審査会を先ほど実施いたしまして、グランプリ1点、牧潤賞1点、コピーゴールド1点、 CM ゴールド1点、シルバー7点を選出いたしました。並行して一次審査通過作品の中からご協賛企業様各社の審査により協賛企業賞が選ばれました。ファイナリストの中から選ばれるグランプリほか各賞は本日この場で発表となります。最終選考に残っているファイナリストの皆さんはこの後ご紹介いたします。きっと緊張していらっしゃるのではないかと思います。それではまずは第53回宣伝会議賞協賛企業賞受賞者の皆様をご紹介いたします。スクリーンにご注目ください。アース製薬の課題で受賞されました市川正和様。アットホームの課題で受賞されました吉村圭吾様。なお吉村様は本日ご都合により欠席となっております。 SD エンターテイメントの課題で受賞されました船越一郎様。NCL の課題で受賞されました斉藤紀美子様。大塚食品の課題で受賞されました丹治博美様。貝印の課題で受賞されました三村真一様。価格コムの課題で受賞されました小林美和様。関西大学の課題で受賞されました大重拓也様。キッコーマンの課題で受賞されました古谷純一郎様。
キャノンマーケティングジャパンの課題で受賞されました並木久美子様。牛乳石鹸共進社の課題で受賞されました深尾マリン様。霧島酒造の課題で受賞されました奥原智明様。クマリフトの課題で受賞されました田中正康様。クレディセゾンの課題で受賞されました安本一雄様。米票の課題で受賞されました鮎川元樹様。沢上東進の課題で受賞されました林正人様。サントリーの課題で受賞されました玉木修太様。三和ホールディングスの課題で受賞されました田沼隆博様。JTB の課題で受賞されました松川明様。シャッターストックの課題で受賞されました原真人様。入江亮介様。DM ソリューションズの課題で受賞されました佐々木沙織様。東京都交通局の課題で受賞されました千葉達弘様。道頓堀の課題で受賞されました富永久志様。凸版印刷の課題で受賞されました山中明様。日本気象協会の課題で受賞されました上田由美様。日本レジストリサービスの課題で受賞されました原真人様。なお原様はシャッターストックの課題でも受賞されています。野村ホールディングスの課題で受賞されました千葉達弘様。なお千葉様は東京都交通局の課題でも受賞されております。パナソニックの課題で受賞されました岸辺亮太様。なお岸辺様は本日ご都合により欠席となっています。阪急不動産の課題で受賞されました桂麻美様。ビングルの課題で受賞されました手代森修様。なお手代森様は本日ご都合により欠席されています。 VSN の課題で受賞されました三村真一様。なお三村様は貝印の課題でも受賞されております。フィクサーの課題で受賞されました山田日月様。マスメディアンの課題で受賞されました日田さとし様。三菱ケミカルホールディングスの課題で受賞されました大石康俊様。村上農園の課題で受賞されました久保田正樹様。森永乳業の課題で受賞されました今夜千尋様。
ゆうちょ銀行の課題で受賞されました山内正則様。吉本クリエイティブエージェンシーの課題で受賞されました石上慎吾様。レインフォレストアライアンスの課題で受賞されました餅木博樹様。日本放送協会の課題で受賞されました中村大輔様。では協賛企業賞受賞者を代表してレインフォレストアライアンスの課題で受賞されました餅木博樹様に賞状と賞金が贈られます。餅木博樹様、どうぞステージ中央へお運びください。プレゼンターはレインフォレストアライアンス日本代表堀内千恵子様です。よろしくお願いいたします。第53回宣伝会議賞協賛企業賞餅木博樹様。時代の風を深く呼吸し、言葉と発想の光に変えた才能を高く評価し、ここに大きな賞賛を送ります。平成28年3月8日宣伝会議賞実行委員会、おめでとうございます。おめでとうございます。レインフォレストアライアンスの課題で受賞されました餅木博樹様でした。皆様、今一度盛大な拍手をお送りください。おめでとうございます。それではここで堀内様よりお祝いのお言葉を頂戴したいと存じます。よろしくお願いをいたします。餅木様、そして、各社の受賞者の皆様、本当におめでとうございます。私どもレインフォレストアライアンスはコンソーシアムというものを作っておりまして、味の素、ジェネラルフーズ、キリン、ユニリーバージャパン、ユニフルーティージャパン、ローソン、名誉という企業様とともに今回選ばせていただきました。カエルのマークをいかに広めていくかということで、一見簡単そうではあるんですけれども、短い言葉でどのように私たちの気持ちを伝えていくかというところで、たくさんの力作をいただいた中から、私たちみんながこれがいいと、皆さん一致して、決まった、コピーでございます。その他の企業の、受賞者の方も皆様それぞれ、ご努力の、賜物かと思いますので、本当に今日はおめでとうございました。はい、堀内様、ありがとうございました。受賞者の皆様、本当におめでとうございます。改めて盛大な拍手をお送りください。さて、ここで各賞の発表に先立ちましてですね、二次審査から最終審査までをご担当いただきました審査員の皆様をご紹介してまいります。どうぞスクリーンにご注目ください。審査委員長、中畑隆様。東秀樹様。市倉浩様。井村光明様。御倉直文様。小島玲子様。さくらやすひこ様。谷山正和様。中村忠様。福本由美様。三井明子様。安地敦様。
柳井道彦様、山本孝様、渡辺淳平様。以上15名の皆様に二次審査から最終審査までをご担当いただきました。続いて一次審査をご担当いただきました審査員の皆様のお名前を映像でご紹介させていただきます。85名の審査員の皆様には全応募作品467,936点を分担して審査していただきました。広告界の最高峰の広告賞である TCC 賞、ACC 賞、カンヌライオンズをはじめ国内外のさまざまな広告賞を受賞されている方々で、第一線で活躍するコピーライター、 CM プランナー、クリエイティブディレクターです。先ほどご紹介いたしました15名の最終審査員と合わせて計100名による審査員の方々によって厳正な審査が行われました。それでは最終審査を通過したファイナリスト31作品を課題企業名の50音順でご紹介してまいります。改めてスクリーンにご注目ください。アース製薬の魅力が伝わるコピーの課題で選出されました。昨日今日アース、市川正和様。なお市川様はアース製薬の課題で協賛企業賞も受賞されております。アットホームの住み替えがしたくなるコピーの課題で選出されました。通勤時間が20分短くなると年収 30% アップと同じだけ幸福度が上がるという調査結果があります。つまりあなたの年収が500万円なら150万円もらえるようなものです。水野ゆりえ様。 NCN の耐震の家をより多くの人に伝えるためのアイデアの課題で選出されました。履歴書編、黒川紀子様。同じく NCN の耐震の家をより多くの人に伝えるためのアイデアの課題で選出をされました。地震があった日の夜も家で寝たい、松本誠様。同じく NCN の耐震の家をより多くの人に伝えるためのアイデアの課題で選出されました。揺れるだけなら人は死なない、鈴木健太様。同じく NCN の課題で選出をされました、揺れるだけなら人は死なない、山中明様。なお鈴木様と山中様は同じコピーでファイナリストに選出されておられます。さらに山中様は突破印刷の課題で協賛企業賞も受賞されています。大塚食品の美味しさも健康も求める欲張り女性が食べてみたくなるキャッチフレーズの課題で選出されました。綺麗な女性はお目が高い、荻野和也様。貝印の貝マークの認知浸透のアイデアの課題で選出されました。手術室編、中村健一様。価格コムの食べログならどんなお店でも探せるということが一目で伝わるキャッチフレーズの課題で選出されました。この店好きねと言われたら飽きてきたという意味です。桂田恵子様。同じく価格コムの食べログならどんなお店でも探せるということが一目で伝わるキャッチフレーズの課題で選出をされました。知らない店は知らない人が知っている、佐藤遥様。キッコーマンの和食の魅力を改めて広めるコピーの課題で選出されました。人生で一番シェアするものは醤油かもしれない、阿部光弘様。同じくキッコーマンの和食の魅力を改めて広めるコピーの課題で選出をされました。醤油があればなんとかなる、松本美優様。同じくキッコーマンの和食の魅力を改めて広めるコピーの課題で選出されました。季節を味わう編、吉野修司様。
牛乳石鹸強心社のカウブランド赤箱の商品広告の課題で選出されましたシンプルイズスベスベスト田中貴博様。クマリフトの企業広告の課題で選出されました、わしは家で死にたいが家で怪我はしたくない、佐々木孝則様。クレディセゾンの日々のお支払いを現金からクレジットカードにスイッチしたくなる効果的な広告の課題で選出されました、現金あのポイントつかないやつ笑い、高野真帆様。沢上投信の長期投資というキーワードを分かりやすく印象付けるアイデアの課題で選出されました、ずっと応援編、川崎龍太様。サントリーの集中リゲインを飲みたくなるようなアイデアの課題で選出されました、金曜の夜に月曜までというな、小橋元気様。同じくサントリーの集中リゲインを飲みたくなるようなアイデアの課題で選出されました、その差を才能と呼んでいた今までは、矢野健太郎様。JTB の旅行券を大切な人へ送りたくなる広告表現の課題で選出されました、そうか京都もラスベガスも贈り物になるのか、木村俊信様。同じく JTB の旅行券を大切な人へ送りたくなる広告表現の課題で選出されました、親子編、今野和人様。同じく JTB の旅行券を大切な人へ送りたくなる広告表現の課題で選出されました、お母さんの顔なんて2泊3日見たくない、藤田康介様。セゾン自動車火災保険の大人の自動車保険に加入したいと思わせるコピーの課題で選出されました、少年のような目をした人の車には乗りたくない、八木俊也様。セメダインのあらゆる接着ニーズに対してセメダインスーパー X が最適だと思わせるコピーの課題で選出されました、模型にも本物にも、阿部雅史様。DM ソリューションズの DM って素敵だということを訴求できるようなキャッチフレーズの課題で選出されました、 CM は多い、 DM はあのね、林二郎様。日本レジストリサービスの日本のドメイン名 JP を使いたくなるような広告の課題で選出されました、狼少年編、大野相馬様。フィクサーの日本企業がクラウドを活用して飛躍するイメージを伝えるコピーの課題で選出されました、上を向いた企業にしかクラウドは見えない、山田ひづき様。なお山田様はフィクサーの課題で協賛企業賞も受賞されております。マスメディアンの結婚や出産を経た後も広告クリエイティブの仕事を続けていきたいと考えたとき、頼れるのは主婦クリ、ママクリだと思わせるアイデアの課題で選出をされました、タフな人材編、佐藤和久様。なお佐藤様は今会場に向かわれておられます。森永乳業の数あるコーヒーブランドの中からマウントレーニアが飲みたいと思えるコピーの課題で選出されました、飲まんとおれんのやマウントレーニア、山田園美様。吉本クリエイティブエージェンシーのジャルジャルという商品がさらに活躍する CM のアイデアの課題で選出されました、字で始まってるで終わる言葉編、中野真様。
レインフォレストアライアンスのレインフォレストアライアンス認証マークをたくさんの方に覚えてもらえるようなアイデアの課題で選出されました。子どもの疑問編、永井健様。では早速気になる各賞の発表へと移らせていただきます。まずはシルバーの発表です。シルバーの発表と贈賞は審査員の三井明子様にお願いいたします。はい、よろしいでしょうか。はい、ちょっと緊張しますが発表させていただきます。第53回宣伝会議賞シルバー賞1本目は、地震があった日の夜も夜で寝た、あ、家で寝たい松本誠さんです。松本様おめでとうございます。どうぞステージ中央へお越しください。では続きまして、醤油があればなんとかなる松本美優さん。松本様おめでとうございます。どうぞステージ中央へお越しください。大きめの声が、はい、はい、では続きまして、現金、あのポイントがつかないやつ、笑い、高野真帆さん。高野様おめでとうございます。どうぞステージ中央へお越しください。続きまして、お母さんの顔なんて2泊3日見たくない、藤田康介さん。藤田様おめでとうございます。どうぞステージ中央へお越しください。続きまして、少年のような目をした人の車には乗りたくない、八木俊也さん。八木様おめでとうございます。どうぞステージ中央へお越しください。続きまして、 CM は多い、 DM はあのね、林二郎さん。林様おめでとうございます。どうぞステージ中央へお越しください。次が、最後のシルバーの受賞作品、時代の風を強く呼吸し、言葉と発想の光に変えた才能を高く評価し、ここに大きな賞賛を送ります。平成28年3月8日宣伝会議賞実行委員会、おめでとうございます。第53回宣伝会議賞シルバー松本美優様、八木俊也様、以下同文です。おめでとうございます。おめでとうございます。第53回宣伝会議賞シルバー林二郎様、以下同文です。おめでとうございます。第53回宣伝会議賞シルバー阿部雅史様、以下同文です。おめでとうございます。発表贈賞していただいた審査員の三井様、どうもありがとうございました。シルバーを受賞されました皆様、本当におめでとうございました。もう一度大きな拍手をお送りください。いたします。はい、発表いたします。すべてのテレビ CM ラジオ CM の中から選ばれたものは、第53回宣伝会議賞 CM ゴールドはキッコーマンの課題で季節を味わう編、吉野修司さんです。おめでとうございます。吉野様おめでとうございます。どうぞステージ中央へお越しください。
はい、第53回宣伝会議賞 CM ゴールド吉野修司様、時代発表贈賞していただいた審査員の井村様、どうもありがとうございました。では受賞された喜びの声を伺ってまいります。 CM ゴールドを受賞されました吉野様、本当におめでとうございます。まずは受賞された今のお気持ちをお聞かせください。はい、すいません。ファイナリストの、CM ファイナリストの中で、たくさんの、いい作品があったので、僕が選ばれるとは思ってませんでした。本当にびっくりしています。ありがとうございます。今回で僕が宣伝会議長を応募したのが12回目になります。やっとこのような賞をいただくことができて、ずっと諦めずにやってきた自分を褒めてあげたいと思います。また、いつも応援してくれている友達や、あんまりこうコピーを批評してくれる皆さんがいて、今の僕があったと思います。皆様に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。でまたこの名に恥じないようなコピーをこれからも作っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。おめでとうございます。 CM ゴールドを受賞されました吉野様、皆様今一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。CM ゴールドの吉野様、ステージ上のお席にお座りいただきましたところで発表を続けてまいります。続いてはコピーゴールドの発表です。コピーゴールドの発表と贈賞は審査員の渡辺純平様にお願いいたします。発表いたします。第53回宣伝会議賞コピーゴールドは、通勤時間が20分短くなると年収 30% アップと同じだけ幸福度が上がるという調査結果があります。つまりあなたの年収が500万円なら150万円もらえるようなものですを書かれました、水野ゆりえさんです。おめでとうございます。水野様おめでとうございます。どうぞステージ中央へお越しください。第53回宣伝会議賞コピーゴールド、アットホーム株式会社、水野ゆりえ様、時代の風を深く呼吸し、言葉と発想の光に変えた才能を高く評価し、ここに大きな賞賛を送ります。平成28年3月8日宣伝会議賞実行委員会、おめでとうございます。コピーゴールドを受賞されました水野様にはトロフィー、そして賞金30万円が贈られます。賞金です。おめでとうございます。おめでとうございます。発表贈賞をしていただいた審査員の渡辺様、どうもありがとうございました。それでは受賞された喜びの声を伺ってまいります。コピーゴールドを受賞されました水野様、本当におめでとうございます。受賞された今のお気持ちをお聞かせください。今もまだ信じられないんですけれども、本当に嬉しいです。今は、他業界で働いているんですけれども、コピーの面白さを教えてくださった、今私の周りにいる全ての人に報告してありがとうと言いたいです。本当にありがとうございました。はい、コピーゴールドを受賞されました水野様、本当におめでとうございました。大きな拍手をお送りください。では水野様、ステージ上のお席にお座りください。ではこれよりグランプリ発表を前にしまして、牧潤賞の発表でございます。
牧淳賞とはコピーライターの故牧淳さんの功績と人柄を偲ぶとともに後進の育成のために2010年に創設された賞です。応募作品のうち創意、センス、技法など個人の名にふさわしい作品1点に贈られます。牧淳賞の発表そして贈賞は審査員の中村忠様にお願いをいたします。それでは牧さんに代わりまして発表いたします。第53回宣伝会議賞牧淳賞は昨日今日明日市川正和さん、おめでとうございます。市川様おめでとうございます。どうぞステージ中央にお越しください。おめでとうございます。あ、こっち側で、はい、はい。第53回宣伝会議賞牧淳賞市川正和様、時代の風を深く呼吸し言葉と発想の光に変えた才能を高く評価し、ここに大きな賞賛を贈ります。平成28年3月8日宣伝会議賞実行委員会、おめでとうございます。たくさんともらったね。牧淳賞を受賞されました市川様にはトロフィー、そして賞金30万円が贈られます。賞金王じゃない。あ、こっちだ。おめでとうございます。発表贈賞をしていただいた審査員の中村様、どうもありがとうございました。それでは受賞された喜びの声を伺ってまいりましょう。牧淳賞を受賞されました市川様、おめでとうございます。受賞された今のお気持ちをお聞かせください。まずは選んでいただいた審査員の方々ありがとうございます。今コピーライターとして働いているんですけれども、コピーライターになろうと思った時に、好きなコピーや尊敬するコピーライターの方はいたんですが、誰にもなりたくないと決めて頑張ってました。ただ偉大な牧淳さんの名前を冠した賞をいただいてとても励みになるなと思い、これからも頑張ろうと思います。ありがとうございます。おめでとうございました。牧淳賞を受賞されました市川様に今一度大きな拍手をお送りください。前のお席にお座りをいただきましょう。おめでとうございました。さあ発表、残すはグランプリのみとなりました、はい。ファイナリストの皆さん、緊張感がここまで伝わっていますね。そうですね、ドキドキです。では発表に移ります。グランプリの発表と贈賞は審査員の市倉博様にお願いいたします。はい、では残り一つが、グランプリです。発表いたします。第53回宣伝会議賞グランプリは、JTB の課題で親子編、今野和人さんです。今野様おめでとうございます。どうぞステージ中央へお越しください。はい、ありがとうございます。はい、第53回宣伝会議賞グランプリ、今野和人様、時代の風を深く呼吸し言葉と発想の光に変えた才能を高く評価し、ここに大きな賞賛を贈ります。昭和28年3月4日宣伝会議賞実行委員会、おめでとうございます。グランプリおめでとうございます。受賞された今野様にはトロフィーと賞金100万円が贈られます。受賞賞金100万円が贈られます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。渡すところの絵が あってよかったじゃない。おめでとうございます。ありがとうございます。
発表をそして贈賞していただいた審査員の市倉様、どうもありがとうございました。それでは本日グランプリを獲得されました今野様には、特別ゲストの佐藤美希さんより花束が贈られます。プレスの皆さん、どうぞステージ前方へお越しください。では佐藤美希さん、よろしくお願いいたします。ステージまでお運びください。第53回宣伝会議賞のイメージキャラクターを務める佐藤美希さんは、1993年6月26日生まれの22歳。2013年に第38回ホリプロタレントスカウトキャラバングランプリを受賞。同年11月には日本民間放送連盟のラジオ親善大使に任命。またフジテレビ目覚ましテレビ内の情報コーナー今時でリポーターとしてもご活躍されております。2015年からは J リーグ女子マネージャーを務め注目を集めています。それでは佐藤美希さんより一言お祝いの言葉を頂戴したいと思います。では佐藤さん、グランプリへお祝いの言葉をお願いいたします。はい、今野さん、この度はグランプリおめでとうございます。はい、プレスの皆さん、ありがとうございました。これからの活躍がさらに楽しみな佐藤美希さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは受賞された喜びの声をいただきたいと思います。改めまして、今野様、ステージセンターへお願いいたします。まずは受賞された今のお気持ちをお聞かせください。すごくびっくりしました。はい、僕は普段ですね、芸人をやっていまして、今回 CM を作るのは初めてだったんですけども、普段のネタ作りが今回のような結果につながったのではないかと思います。ですから、これからも芸人としてますます頑張っていきたいなと思っております。はい、はい、どうもありがとうございました。グランプリを受賞されました今野様、おめでとうございます。今一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。グランプリ受賞の今野様、ステージのお席にお座りください。ではそのままというところで、おしまいにですね、今グランプリースが、はい、センターに運ばれました。大変に失礼をいたしました。どうぞお座りくださいませ。100万円は何をお使いになりますかね。後で聞いてみたいと思いますね。はい、おめでとうございました。それではおしまいにですね、審査委員長の中畑隆様より総評をいただきます。中畑様、お願いいたします。取れなかった人申し訳ないけども、だけどまあ46万なんとかっていう中のここのファイナルになるだけで、まあ入賞に近い評価だと僕は思います。まあおそらく日本で一番の、要するに分母からすると一番の賞だけど、日本で一番ということはこういう形態で言えばワールドワイドで一番だと思うんで、そのファイナリストっていうのはすごいことなんで、それは十分賞賛に値すると思います。今回の一等賞のグランプリは、まあ今の作者の、挨拶にもあったように、まあ、日常の中のそこからの飛躍ですよね。まあ掃除の邪魔っていうお父さんに、そういう晴れの
旅行の、プレゼントをするという、まあ、そういう発想、まあ、アイデアって割と日常に転がってますね。で今回は面白かった、面白いっていうことか、ちょっと掟破りのコピーがゴールド、コピーゴールド取りまして、普通言葉、まあ、広告表現はあの経済活動の表現ですから、もう効率至上主義です。したがってテレビコマーシャルで15秒っていうのはだいたい38文字ぐらいしか喋れないわけですよね。あんまり言葉巻くと言葉って届かないんで、短いコピーがいいとされるわけです。ところが今日、今年のこの人はですね、なんだっけ、通勤時間が20分短くなると年収 30% アップと同じだけ幸福度が上がるという調査結果があります。つまりあなたの年収が500万円なら150万円もらえるようなものです。ありがとうございます、はい、さん、これ15秒収まるかな、まあ、収まるか、負けば、いや難しいですね、アナウンサーとしては、うん、はい。ただすごくこれ、この今回の受賞には一つ非常にいいその発想の角度が隠されてて、確かに僕たちは効率だから、まあ、短くする、それともう一つ効率っていうので、僕らがまあプロとしてクライアントに提供できるクリエイティブジャンプっていうものが常にあるわけですね。要するに伝えたいものを非常に効率よく言うためにクリエイティブジャンプする、非常に論理性がなかったりするものが多いんだけども、それが僕らの武器ではあるんだけども、確かにクリエイティブジャンプってなんだけど、ジャンプして届かないっていうことは結構あるんですね。結構わからない、その商品に対して非常に熟知している人、マーケットを熟知している人はなんか非常に価値を分かるけど、クリエイターがクリエイティブジャンプをしたがゆえに非常にターゲットを狭くする、そういうことも多々あるんです。ところが一つのやり方として、その価値が全くそのままで伝わるならそのままでいいんですね。だから今回は、まあ、もちろん価値そのままではないけど、一つのデータを彼女は見つけて、それをある処理をした。だから商品に本当に力があればそれでいいわけですね。確かに今の、世の中にある商品はあんまりその格差がないんで、一つ表現のイメージをプラスしたり、いろんなことで差別化を図るんですけれども、もしその商品が本当に圧倒的な物理的な差があれば、その物理的なものをストレートに言う、これもやっぱり忘れちゃいけないことだなというふうに思いました。だから、これに参加される方々は、まあ、いろんな傾向と対策であるんですけども、いろんなことを考えて作ってるんだと思うけども、今回のこの商品そのものの力っていう新しい鉱脈が生まれたなって気がします。まあ、いずれにしてもここに、とりあえずファイナルで来られた方々はおめでとう、それともちろんこっち取った人々はもっとおめでとうなんだけど、どうもありがとうございました。中畑様ありがとうございました。以上をもちまして、第53回宣伝会議賞贈賞式は終了となります。次回第54回宣伝会議賞は9月1日発売の宣伝会議の市場で課題発表となります。これからも皆様の変わらぬご支援をお願い申し上げます。